どうも、いつも僕たちはトラビスジャパンでーす。びっくりした。ということでですね、早速僕らの売りって何ですか？いや、まあイケメンなところじゃないですか。まあそれですかね。優しいところですか？優しいのももちろん。元気なところですか？そう、シンクロです。そう、そうなんだ。そうですね。ということで今回はですね、そんな企画をやりたいと思います。はい、題してハラハラドキドキかぶっちゃダメよゲーム。聞いたことあるんだけど、聞いたことありますね。あるか。まあでもルールの方をね、はい、細かくノエル君に説明します。はい、今回はですね、僕たちのそのシンクロの能力を逆に発揮していただこうという企画になっております。まず一つのお題が出ます。そのお題に対して被らない答えを出してもらいます。はい、はい、それが、まあ、被ってしまったら最終的に罰ゲームが待っております。今回はノニジュースでーす。どっちにしろだよね。やっば。一応ね、今回その正解数に応じて、例えば3問正解だったら 70% あ、なるほどなるほどね。7問正解だったら 30% みたいな感じでどんどんこう薄くなっていくので、はい、全問正解もし僕たちしましたら罰ゲームなし。おい、来た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 。おかしいね。はい、来た。罰ゲームあることがデフォルトなんでないってことがご褒美です。そうです。そういうことです。おかしくなっちゃったよ、はい、もうおかしくなっちゃってんじゃん。言っちゃってる。いきましょうか。はい、じゃあレッツクイズ。イエーイ。取りにくいな。さあ、ということでですね、はい、僕らは車に乗ってるわけです。乗ってます。はい、これからですね、こちら寿司の方に。どんな感じやねん。いやー、どんな感じやねん。寿司さんずやなんて神道野郎が。マメコに見える。さすがマメコ。ということでね、はい、いろいろ企画をねやるんで、まあその、はい、様子はですね、はい、後日は多分アップされると思うんで、はい、注目してほしいです。はい、さあさあ、そういうことでですね、はい、やっていきましょうよ。やるかぶっちゃダメよゲーム。意気込み元太どうぞ。ピアーす。第1問、給食のメニューといえば。俺絶対被らない自信あるわ。それって献立全部書かないとダメ。例えば揚げパンだったら。あ、言うな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 。揚げパンって言っちゃった。1個でいいよ。皆さん書いてください。はい、はい、まず一人一人答えを見ていきます。静岡からどうぞ、はい、オープン。ベン、肉じゃが。おお、素晴らしい。正解。正解あんのこれ。俺がいきます。はい、ベン、けんちん汁。おー、あったかもしれない。いい、いいところ行ってるよ。じゃ、書いていく。俺、せーの、春雨スープ。あー、あったね。あったあった。じゃあ行きます。お願いします。ビーフシチュー。おー、危ねー。危ねー。危ねー。危ない。マジ危ねー。じゃあケンタは。でん、もやしとライス。全然違う。あった。待って、俺もやしがライスに乗っかってるだけの。マジで。マジで。じゃあマスクラ。じゃあいきますよ。オープン。フルーツポンチ。ああ、ありましたね。結構ね、デザートね。攻めたよ。結構王道だね。じゃあ最後、締めだけ違っ、締めも違ったらとりあえず正解ですからね。間違ったら俺殴っていいよ。オッケー、分かった。じゃあ殴るよ。締めちゃん、せーの、ドン。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ1問目は被っちゃダメよ、成功。イエーイ。まあこの問題はですね、10問あるんで、はい、この調子でね、被らないように。オッケー、いいね。中学校の行事といえば。おい、これ結構限られてくるから。がえ、でも実際何個かしかないよ。これ少ないよ。うわー、これやばいね。そんなあるわけじゃない。え、これ自分で作っていいの？バカ野郎。じゃあそれでは、この中学校の行事、はい、まず静岡からオープン。バン、朝礼。おお。まあ行事か。まあ朝礼も行事か。まあまあまあ、小さい行事。小さい行事。懐かしい響き。じゃあ社歌どうですか。バン、合唱コンクール。わー、かぶれなんだー。攻めてるよ。攻めてたね。合唱コンクールあった。ソロで歌ったことあるわ。マジで合唱じゃないよ、一人じゃ。確かに。ちゃうか。確かに。桜からソロがあったんだ。ソロパートみたいな。頑張ろう。ノエル君だ。いいですか。はい、これ絶対かぶんないですよ。でん、天下祭。なんだそれ。うちの学校キリスト教だったんですよ。はい、聖歌隊とかで歌ったり。へー、そういうのがあるんだね。そう、これね、うちの学校の素晴らしい文化なんで。かぶんないね。ででん、体育祭。あー、
攻めたな。いいね。カイトもゲンタもそうだけど、攻めすぎ普通に。いや、やっぱ結構攻めてる。意外といないんじゃないか。2大トップいったよね、結構ね。じゃあ、せーの、ピヨン。え、いい。すごい、それ。一回、まあ、終わって文化祭が夕方くらいに終わって、そしたら校舎にスクリーン貼り出して。なるほど。え、めっちゃエモいじゃん。そう、ナイトミュージアム見た。へぇー。じゃあ行きましょう。せーの、入学式。逆や、お前。逆や、お前。あ、そっか、うわ。これがないとまず学校入れないから。確かに。そうだよな。じゃあ最後、返していきましょう。絶対飲まないようにしてやるから。マジで、壮大な前振り上げて。任せたぞ。いきます、せーの、朝の校長先生の。おお。同じやないかい。え、違う違う違う。ああ、違う違う。痛い。じゃあ、1問はできなかったということで。ええ。というかさ、卒業式もそうだけどさ、修学旅行とか出なかったらなんか悲しいですね。そっち行こうとしたらいいんだ。民間学校とかさ、絶対行くと思ったから。これ全部シーズンやろ。運動会の種目といえば。うわ。ほら、またね、そういう。これかなり難しいね。俺じゃあ一番王道行くわ。あ、あー、どれだ。では、信者からオープンしていきましょう。うちら、バン、ソーラン節。ソーラン、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 よいしょ。ソーラン節って何？え、知らんの？え、全校生徒ってやるの？違う、あの、学年デビュー。運動会あるよね。あるあるある。俺らは3、4年生だけど。そうそう。あ、俺なんか勝手に今、中学校の運動会だけで縛ってたわ。なるほどね、ソーラン節ね。ありがとう。じゃあ、僕いきます。はい。バン、大玉転がし。あー、いっぱいありましたよ。ありました。じゃあ、私行きましょう。せーの、ドン、1500m 走。あー、あった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 よね。俺さ、1500m 走選ばれたのよ。うん、100年って。そう、選ばれる形式だった。そうだった。で、俺それめっちゃ気合入ってて、学校行って走ったんだけど、なんかめっちゃ抜かされんの俺。家帰って体温測ったら39度あって、インフレ。じゃあかぶんなかったね。全体いきます。はい、いきます。バン、騎馬戦。危ねー。すげー。あったあった。攻めたね。それ高学年になんないとできないやつでしょ。そう、俺さ、ソータとタイ、わかんないわかんない。タイキとサツキが。サツキは誰？カイト。せーの、走り高跳び。おーい、え、運動会？運動会にそれあるの？あ、なかったっけ？体育の授業では。陸上やん。あ、ないかもしれない。お前、小ボケ挟むなよ。小ボケじゃない、ガチだ。小ボケだよ、お前。そもそも違う。じゃあ、誰が悪いんですか？いや、僕です。すみませんでした。便利になってきたな、それ。聞いてみましょうか。はい、しめちゃん、どうぞ。最高リレー。あった。そう、もうそれはもうリレーか。これはあったね。まあ一応ここまでバラバラなんで、最高だね。まあカイトがね、また当たり前じゃん。当ってくれればいいので。ごめんね、みんな当てちゃったわ。いきますよ、じゃあカイトさん。せーの、玉転がし。おーい、玉転がすなよ、お前。玉転がすんじゃねえ。いやいや、だから王道行くって言ったじゃん。ムカデ競争しろよ、お前。いやいや、違うよ。高校の部活の文化系といえば。は？え？高校で文化部入った人いる？やってた人？ねえよ。ね、なんだろうな。俺は部活入ったことない。俺入ったことない。帰宅部万年。万年帰宅部。え、ちなみに帰宅部は文化部じゃない？じゃないで。帰宅部は所属してない人。でもそれもね。あ、じゃあそれ運動部だよ。松倉、お前ちゃんとしろよ。松倉、お前しっかりな。お前のこと信じてるから。まあでも行きましょうか。皆さん、皆さんはやめ。皆さんは。皆さん書きましたか。じゃあ静也から、せーの、どうぞ。美術部。あったあったあった。あったね。あったよ。はい、松倉さんなんでしょうか。せーの。おい。嘘や。早いな。しっかりしろ、言うたろ。今日はもう綺麗だな。今日は綺麗だな。美術部はなんで。なんでって、なんかなんかかぶりそうでかぶらないみたいな。いや、そうなんだよ、俺もそこついたの。あれでしょ、美術部に好きな女の子がいたんでしょ。わ、いたかな。バン、新聞部。えぇ、やっぱ。あぁ、何それ。あぁ、新聞部デンタルタ部。あぁ、俺ね、すっげー好きだったんだよ、カルタ。カルタ。俺も百人誌めっちゃ好き。好きだよね。文化系。足引きの、長乗りの、シナリオの。おーてぇ。おーてぇ。おーてぇじゃない。将棋部や。いきますよ、次。はい、華道部。あれ、
俺でも作動部だった、ね、え高校茶道部だった。茶道部と魔術部だったから。俺茶道部って書こうとしたんだよ。そう、茶道部絶対被るかなと思って。ノエル絶対来るなと思ったんだけどな。じゃあ、締めいく。これです。コンピューター部。あ、パソコン部ってこと。パソコン部。中1でテニス部だったんだけど、なんか中2でジャニーズ入ってなんか行けなくなっちゃったから、なんか融通が効くんだけど、コンピューター部って。へぇー、入ってたんだ。源太さん、回答オープン。吹奏楽部。あー、ということでですね、美術部が被ってしまったので、これも不正解ということになる。残念ってことは今 30% ってこと。お祭りの屋台といえば。なるほど。だからちょっと食べ物系とエキサイティング系。あ、屋台ってそっちもあるの。あ、そうか、そこそこ。おー、俺は、俺がザ好きなやつ行くわ。食べ物系。あー、あ、わかるわ、わかる。いや、俺屋台といえばお母さんが大変な後々、あ、もうそんなの買えないよっていう。あー、はい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 。じゃあオープンしていきます。はい、じゃあ静谷からお願いします。でーん、お麺屋さん。あー、あー、それか。じゃあ宮地くん行きます。はい、いってらっしゃい。へい、金魚すくい。よっ、みんな大好き金魚すくい。うち、そういう器具持ってないのに息子が取ってきちゃって。あー、あるよね、あるある。カメとかもいたりね。続いて帰っていく。あ、俺行く。はい、シャオピン屋。シャオピン屋って何？わ、悪いぜ。シャオピン。シャオピンって何だっけ？焼き餃子みたいな。餃子がこう一個のこうプレスされてできてる餃子。シャオピン屋。シャオピン屋。シャオピン屋。よかった。じゃあ私いきますね。はい。ベビーカステラ。ああ。ベビーカステラ。俺マジで60食いとか頼んじゃう。マジ？めっちゃ。全然買っちゃう。めっちゃ食べるやん。しめちゃんいきますか。いきます。じゃがバター。ああ。しめちゃん大好き。しめ。しめよく食ってるもんね。攻めるね。じゃあ、マスクラせーの、いいよ。おーよ。じゃあ最後、ゲンタ。これが違うことだったら正解になります。このゲンタさん回答オープン。スーパーボールすくい。イエーイ。危ないよね。危ないね。種類似てるし。見たいヨーロッパの国は。ちょっと待って、ヨーロッパがわかんない。ヨーロッパの国じゃない。皆さん、調べないで。お前らヤバくねえか。アジアみたいなもん。アジア、オセアニアとか。理解理解理解。だから、多分サッカーとかで想像したら国は分かりやすい。分かるね。では、皆さん書けましたか。はい。じゃあまず僕からいきます。せーの、オランダ。おい、オランダそうなんだ。私の8分の1を構成されてるオランダでございます。じゃあ、シズヤくん。え、俺、俺じゃない方がいいんや、俺。はい、オープン。イタリア。おい、素晴らしい。じゃあ、これ、いきます。せーの、ロシア。ロシア、ロシア、ロシア入ってますね。じゃあ、私は多分絶対、あー、ノエル。ノルウェー。ほぼノエルじゃん。北欧ですよ。ほぼノエル。ノエル。ということで、じゃあ、シメちゃん行ってみますか。はい、ドン。はいはいはい。じゃあ松田いっていいっすか。いいよ。ジェンタギョン、スペイン。ウェイ、さすが。そうだよな。最後つくらさん、いっちゃってくださいよ。マスカラ、お前しっかりしろよ。いいっせ。大丈夫だよ、ほんとに。ビヨン。おー、危ない、危ない。素晴らしい。首都はロンドン。素晴ら、ハリーポッターの聖地と。ですよな。ということで、正解。江戸時代の偉人といえば。あー、わからん。例えば江戸時代になんか日本に来た外人さんとか。ペペペ、俺それ書いてる。そのあー、ペペペか。じゃあ開国の人。あー、はい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 。じゃあ僕から。はい。ダン、徳川家光。なるほど。うわー、そうなの。じゃあ俺行くわ。はい。葛飾北斎。今一番最初に出たのはこの人だったんだよ。葛飾北斎。北斎。今何歳なの？北斎みたいな。締めいきましょう。お願いします。締め怖いな。ペリーさん。まあそうだよね。ペリーさんは。ペリーさんは。ペリーさん。オッケー。ペリーさん、開国してくださいでしょ。はい。カイト行きましょう。徳川家康。ああ、よかった、よかった。素晴らしい、待ってます。ちょっと元太とシー君は取っときましょうね。絶対行きましょう。無理だ。で、吉田松陰。ああ、萩出身の松下村塾を作った幕末の頭めちゃめちゃいい先生です。あんま歴史はしないで、頭痛くなる。え、どっちから行く。じゃあ一緒に行く。
一緒に行くか、じゃあ。せーの。娘こそ。最高だ、これ。だけれども、源の頼朝さん。アウトアウトですね。正解です。逆や、俺。太陽系の惑星といえば何言ってるか分かんない。どういうこと？現状ですけど太陽系の惑星は8個しかないです。うわ、え、じゃあこれえやばいじゃん。どうする、どうする。じゃあ俺って、じゃあ曜日術行けばいいんじゃない。じゃあ俺から行くわ。海のやつ行く。じゃあ俺最初から行くわ。いやいや最初無理だろ。え、最初無理だ。どういうこと？最初無理だ。俺エビで A で行くから。いや分かんない分かんない。俺あれで行くわ。じゃあもうこれで行くわ。これで俺これで行く。あ、これで行く。太陽に近い順にする？あ、わかんないわかんないわかんない。わかんないよそれ。わかんないわかんない。マジか。じゃあ行きますよ。じゃあ僕から。バン。木星です。ジュピター。ジュピター。エビデー。歌がある。じゃあシズ。はい。でん。火星。カイト。わかんないわかんない。俺はね、海王星。あーってな、なんか小文字だとすごい怖くなっちゃう。海王星で、王だよね。うん、王です。じゃあ、俺行きますか。はいはい、天王星。はい、ウラヌス。はいはいはい、ウラヌス。かっけー。あ、俺行っていい？めっちゃ自信ある。はい、せーの、地球。イエーイ。The Earth。グチ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 ケンヨーコ。じゃあ、マツクラ。はい、行きます。グチケンヨーコ。フチボールくね。ごめん。じゃ行きますね。はい、お願いします。僕カイト、どうぞ。どうせ、まあ、サターン。サターン。はい、で最後、締め。せーの。出る。締めかけ。アウト。なんでこれ。言ってなかったっけ、締め。何も言ってないで、めっちゃ入って、で、俺がこう、じゃあこれやるわ。で、これ伝わるじゃん。多分その時も、普通に書くの、集中で。子供の頃に遊んだ外遊びといえば。ああ、追いかけっこあるじゃん。あれにも種類めっちゃある。めっちゃあるな。よし、じゃあもうこれから話し合いなしで行こうよ。よし、なしで行くの。これはではオープンしていきましょう。待って待って待って、これ絶対やってるし。シリアからどうぞ。バーン。立体タッチ鬼。ええ、何それ。あのタッチ鬼ってわかる？タッチしたら鬼増えていくやつ。それの高鬼バージョン。落ちたら鬼になっちゃう、そいつ。あ、そういうことか。マグマ、下、地面はマグマ。ああ、そういう。マグマだったらさ、やめろお前、いいよ。揚げ足取るな。下マグマだったら嫌いになる、お前のこと嫌いになる。嫌いになる、嫌いになる。どうやって逃げんの。遊びじゃん。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ僕です。宝探し。かわいい。書いていきますか。天剣パ。あー、はい、やったね。丸と、一つの丸と二つの丸と書いて、けんけんぱ、けんぱ、けんけんぱってやつね。締めいく。締め、島滑り。おー、味噌りみたいなやつか。だ懐かしいね。いいね、楽しいよね、あれ。楽しい、めっちゃ楽しい。カイト。はい。カナヘビ競争。え、おーっと。え、やったことある。やった。なに、カナヘビって何。あれ、カナヘビ知らない。あ、まあ、ヤモリ、ヤモリヤモリのちょっと可愛いバージョン。トカゲみたいな。トカゲ。トカゲ、トカゲ、そう。カナヘビを捕まえてきて、でこう位置についてよいどんって言って、友達と自分のカナヘビと友達のカナヘビで競争する。やったわそれ。逃げてっちゃったりするんだよな。じゃあ、いっていい？いや、全然いかない。せーの、ボン、穴掘り。これ、穴掘りすぎて地下まで行っちゃうんですよ、最近。最近もやってるかい。これ、多分みんな何ってなると思うけど、これです。あ、それか。一世のせ。あ、それか。それか。あった。これ違う違う違う。それは外遊びじゃないじゃん。あの松の下とかに行くと、松の葉っぱが落ちてるんですよ、いっぱい。あれってなんか桜もみたいに対になってるんですよ。はい。それをこうやって組み合わせて、一世のせで引っ張って、なるほどね。外れた方が負け。切れない方が強い。ああ、はいはいはい。外で地味な遊びしてる。いや、マジで。ということで、かぶりませんでしたね。よかった。よかった。先輩グループ、嵐さんの曲といえば。たくさんありますよ。アルバムもたくさん出してます。大丈夫、絶対大丈夫。なので、行きましょう。シズヤから行く？はい。シズヤからです。こちら、ワンラブ。はい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 。ワンラブいい曲ですよね。攻めたね、初っ端から。最後ね。僕はブレスレスです。
あプラチナデータ、あれプラチナデータだっけ、書いていきますか。オッケー、俺はね、新曲です、結構新しめのグリーンライト、グリーンライトっていう曲がある。えこれって合ってるかな。 We Can Make It、 合ってる合ってる合ってます。めっちゃいい曲だよね。おウィキャンバンビーノの主題歌ですね。そう、バンビーノね。続いて、ゲンタ。はい、バン、マイガール。おらじゃあ、ゲン、俺はもう、嵐、嵐をきっかけに入所したんで、じゃあ、ナイスな心意気。結構昔で被らないかなと思ったよ。いいね、さすが。では、続いて、しめちゃん。はい、オープン。すいませんでした。いやー、これは、俺は示し遣いは結局やっぱり示し遣いよ。あ、俺ね、シズ嵐で行くと思ってた。いや、俺、ラブソスイートかワンラブだった。オープネー、ラブソスイートで返してた俺。寿司に着きました。はい、まあ、結果といたしましては、はい、10問中、6問不正解、やっちまったということで、ノニジュースの濃度は 60% になります。シンクロしなかった。こんないい場所来て、こんな落ち込むことない。なんでってことで、乾杯。乾杯。最悪だよ。あ、あ、来た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 。動線開けといて。ダメだ、閉めちゃう。もうこれで閉めますか。閉めちゃおう。お疲れ様。大丈夫、続けて続けて。はい、行こう。皆さん、そうですね、大丈夫ですか。それでは、あ、飲んでない。あ、飲んでない。良くないですね。じゃあ、総評を言う前に飲んで。なるほど、宮近さん、のにジュースを飲んでから今日の総評もお願いします。お、うまい。頑張った頑張った頑張った。以上、ドラミショーでした。じゃあな。